ワレミア金庫は、端式門の綱の一つ。この綱は、ワリミア族の一族のみからなり、これを含む、単一のカワラマイラチ、単一の目ワラマイルズのみから構成される。ワレミア族は、不完全市場金として記載されたものである。世界中に存在し、交換性菌で、乾燥した食品や、室内の誇り、土壌などから発見される。 長らく W セビのみが知られていたが、隠蔽種3種が含まれることが判明し、それは以下の通り。種の区別は、分生種の大きさや乾燥体制の違い、及び電子情報による。割れ見やは成長の遅いカビで、分生小柄は集まって生じる。分生小柄は、ごく短く、やや膨らんで、フィアライド状になる。 その先に円柱状の胞子形成細胞を生じ、後にこれが断裂して分節胞子的になって分生子となる。このカビはジャムや塩漬け食品の上によく出現するものとして知られてきた。ただし、砂上に生じる分生子の形成過程はそれ以外のどの不完全菌とも異なることが注目された。また、菌糸の核壁の微細構造からは、 核壁工の方が、端子菌に近いこと、特に白きクラゲ類に似ることが指摘された。分子系統の情報では、これが、明らかに、端子菌の系統に属し、かつ、これ以外の全ての端子菌に対して、姉妹群を成すとの判断が得られたため、このような扱いになっている。ありがとうございます。